シンバーツ氏11月15日隊は、日本の実業家。2017年4月現在、ソフトバンク代表取締役副社長兼 COO、他、ソフトバンクグループの複数の役員を兼務。静岡県掛川市出身。掛川市立栄川中学校では、野球部キャプテンとして、チームを県大会3位に導き、県立掛川西高校野球部では、副キャプテンで活躍した。 1985年東京経済大学経営学部経営学科卒業後、新卒で株式会社日本ソフトバンクに入社。パソコン用パッケージソフトの営業からスタートし、1999年の同社分社化に伴い、ソフトバンクコマース株式会社へ、コーポレートチャンネル営業本部長として転籍。2001年、同社取締役就任。 2007年同社取締役常務執行役員、2012年同社取締役専務執行役員と昇進、ブロードバンド事業、モバイル事業のコンシューマー営業を統括するほか、広告宣伝、マーケティング部門も統括していたが、2015年4月のグループ再編に伴い、ソフトバンクモバイル専務取締役に就任し、法人事業を統括した。2017年4月、 ソフトバンク株式会社代表取締役副社長兼 COO に就任。今週マ事業を統括するとともに、引き続きグループ各社の役員を兼務している。ありがとうございます。